リカ、ハルト君と結婚して本当に良かったわ。赤ちゃんの面倒はよく見てくれるし、ご飯もよく作ってくれるし。リカちゃん、今日のご飯は大好物のパスタだよ。こんな素敵な旦那さんは他にいないわ。おっと、リカちゃん、ここ掃除機かけるからどいてくれる？あー、ここはいいから他のとこやってて。あはは、テレビ面白い。もう、ふう、掃除完了。リカちゃん、掃除終わったよ。ありがとう。でもお風呂の掃除がまだよ。リカちゃん、どんどん僕の扱いがひどくなってるんだよな。シャカ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 。お風呂掃除も終わったよ。さっき洗濯機がピピピって落としたわよ。終わったんじゃない？もうリカちゃんがやってくれてもいいだろう。お風呂掃除も洗濯物もいつの間にか全部僕がやることになってた。服を収めないと。おぎゃーおぎゃー。あ、ハルトくん、赤ちゃんが泣いてるわ。もしかしたらうんちもしちゃってるかもしれない。はい、待たせてごめんね。おむつを替えますよ。ミルクもあげますからね。ママは何もしてくれないですね。だからパパが大好きです。あ、テレビ面白かった。ジュースジュース。あれ、冷蔵庫何もないじゃない。ハルトくん、ジュースがないの。買い物に行ってきてくれない？また俺？もうなんで毎日毎日家事も子育ても俺ばっかりなんだよ。だって家事苦手だもん。赤ちゃんだってパパの方に懐いてるもん。はい、赤ちゃんの散歩と一緒に行ってらっしゃい。もうほんとリカちゃんひどいな。ねえ赤ちゃん、ひどいでしゅ。はい、コンビニに着いたよ。いらっしゃいませ。あ、ハルトくん、翼ちゃん。かわいい。赤ちゃん連れてお買い物？そうなんだよ、うちのリカが全然動いてくれなくてさ、ずっとソファーでダラ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 してるんだよ。リカちゃん結婚して変わっちゃったよね。昔はハルトくん、ハルトくんって感じだったのにね。はあ、帰ったらまたご飯作ってとか言われるんだろうな。それがめんどくさいからお弁当を買って帰ろう。俺の分とリカちゃんの分、プリンも買って帰ってやるか。優しいわね、ハルトくんは。はい、ありがとう。またいつでも愚痴は聞くよ。ありがとう、翼ちゃん。それじゃあまたね。翼ちゃんに聞いてもらったらちょっとすっきりしたぞ。頑張れ俺。だいま。リカちゃん寝てるし、掃除したばっかっていうのにティッシュも投げてあるし、うおー、もう我慢の限界だ。ハルトくん帰ったの？もう遅すぎるよ。もう僕はリカちゃんとは暮らせない。この家を出ていく。赤ちゃんと一緒に出てってやる。待って、ハルトくん、私を置いていかないで。悪かった。もうリカちゃんとは無理だ。待って待って、置いてかないで。今のは夢？なんて怖い夢なの。リカちゃん遊びに来たよ。さあさあ、ハルトくんはソファーに座って、何にもしないで座ってて。ご飯も掃除も全部リカがするから。ルンルルンルンルルン。なんか変なリカちゃん。それじゃあまた次の動画でね。バイバーイ。